はい、どうも、チェス。皆さんお久しぶりです。受験ということで、9ヶ月ほど更新を怠りました。すいませんでした。じゃあ、なんとなく、感想ですけども、ここで謝罪を今述べさせていただきました。9ヶ月、本当に9ヶ月、更新を滞らせさせてしまって、本当に申し訳ないです。大変でしたよ、いろいろ。その代わり、ちゃんと志望校に入れたので、よかったです。はい。じゃあ、やっていきましょう。始める。今回っていうか、前回の S 端子の話から、S 端子テストからですね、キャプチャーしてるパソコンをちょっと変えました。これは見たからいいですね。それで若干画質上がってるかなとは私は思います。 ちょっと少々お待ちを。少々お待ち。ちょっと待って。とりあえずこれを、お、ぬちゃく、装備してる。そう、装着、え、してないの？してるしてる。おお、何があった？じゃあちょっと一回カット。ちょっと音がうるさいんでカットします。はい、じゃあやっていきましょう。ロード。前回の動画を今さっき見たんですけど、なんだっけな、マーグナーさんを倒し、マーグナーだっけ、ワーグナー、あ、マーグナーか。マーグナーを倒して、で、そっから村長に呼び出されて、なんか一回、マルタとチーム、マルタがチームを離れたっていうところまでやりました。じゃあやっていきたいと思います。おそらくグラグラになるであろうものだと思います。少々お待ちを。OK。行きましょう。久しぶりだな。ライフ。いや、久しぶりにやるな。とりあえず説明書の方はちゃんと読んだんで、大丈夫だと思います。体力。装備品。アイテム。これでも使っちゃうのか。装備品。こうやって帰るんだ。オッケーオッケー。よし、じゃあやっていきましょう。シュールタイムな歩き方。早歩きですね。じゃあ、やっていきましょう。ぐだってきたぞ、ちょっと。で、マルタさんがどこにいるかって話なんですよね、これ。一回、村長のところで、ロイドさんを探してなんたらかんたらって、そう、確かこうって言われたんですよね。で、それで、そこの村長、村長。若々しそうな、若そうな村長ですね。で、こう言われて、その後っていうか、その村長と話し終わった後に、マルタがどっか行っちゃったんで、どこにいるんだろう。これこっちから来てないよ。こっちかな。いや、どこにいるの、マルタさんは。これは一体どこによる。いや、おお、いたいたいた。センチュリオンコアを見つけ出してラタトスクを目覚めさせること。つまりロイドとは敵同士ってこと。私たちとあなたの旅は目的が同じです。ならば協力し合う方が得策なのでは。
だけど、僕…それに君、ラタトスクの騎士として契約してくれたでしょ。ラタトスクは私にくっついてるんだよ。だったら私のこと守ってくれなくちゃ。前にも言いましたよね、マルタ様はあなたを探していたと。マルタ様はパルマコスタで自分を助けてくれた少年、つまりあなたにラタトスクの騎士であってほしいと望んだ。お願いします、エミル。エミルがこんなことになったのは私のせいでもあると思う。だからね、エミル、一緒に行こう。僕、マルタのこと本当に覚えてないんだ。それでもいいの？いいの、私が覚えてるから。それにエミルってすごく勇気があるから頼りになりそうだもん。僕に勇気？僕にはそんなもの。ううん、ある。あれは全部勇気だと思うよ。だから仲間になってほしいの。まずは友達からね。ああ、私はむしろ友達以上でもいいんだけど。勇気は夢を叶える魔法。あの人の言った通りだ。え？うん。二人ともそろそろ行きましょう。うん。二人ともこれからよろしく。おお、入ってきましたね。あ、すいません、あの途中でがっつりとあのBボタンを押してしまって飛ばしてしまいました。すいませんでした。じゃあで、どこ行くのこれ。これは行ったでしょ。ルインで、で、ここ行って、で、ここに出てきてたから、ここか。アスカード。遺跡の町アスカード。古代遺跡、古代遺跡の眠る観光の町。風車と石舞台が町のシンボル。それですね、やっていきましょう。利用します。どこアスカード。そこか。あ、このお家のマークのところは大抵町なんですね。第2章、風、波立つ心。おー。